水平道に着きました。何年ぶりだろうね。竜と来てからだから12、3年ぶりだろうか。朝5時頃家を出まして、桐焼に着いたのが10時半頃。で、10時50分に出発して、高橋の吊り橋を渡り、今登り切りました。11時半です。これから行きます。下るのやだね。向こうへ行きます。何ツイードだったっけね。3つある位置の一番手前のツイードです。2連だったんだね。2つあったんだ。馬の瀬水道です。高巻と横巻と両方道があるみたいですね。こんなに線引っ張ったら行けそうだよね。以前はこの高巻だったの。最近横道を作ったんでしょう、ね、え、ここ一番長いトンネルなんだよね確か。一番が置いてあります。じゃあいただきましょうか。来ました、ね、じゃあ行きましょうか。ライトつけて。あら、随分補強してあるね。痛んでるんだね。ああ、こすぼりになってきた。ああ、走れんだよ、ここね。走ろうか。もうすぼりおしまいだ。頭ぶつけないね。大丈夫だ。よし、さあ渋沢着いた。はい、お到着。